コンパックポータブルコンパックポータブルは最初の IBM PC 互換機の一つであり、その中でも世界初の持ち運び可能なパーソナルコンピュータである。コンパック社が1983年にリリースしたもので、社名の由来はコンパチビリティクオリティだが、コンパクトなコンピュータという説もある。1982年11月に発表され、 1983年3月に発売された持ち運び可能なスーツケースサイズのコンピュータであり、ラップトップパソコンの直接の先祖である。その系統を遡れば、MS DOS ベースでありながら、IBM 互換でなかった、ハイベリオン3032や CP、M ベースのオズボーに位1がある。コンパックポータブルは、重量 12.5kg で、キーボードを格納すれば、 持ち運び可能なミシーンのような大きさになった。初年に5万3000台が販売され、コンパック社は設立後3年間の会社の売り上げでアメリカでの記録を打ち立てた。コンパックポータブルの基本ハードウェアは IBM PC-XT と同じであるが、BIOS だけはコンパック独自のものが組み込まれていた。メモリは 128KB を搭載し、 二つの5.25インチフロッピーディスクドライブと9インチのグリーンモニターを内蔵していた。また CGA 互換のディスプレイカードも内蔵しており外部のモニターに接続してカラーで表計算ソフトのグラフィック表示ができた。当時表計算ソフトでグラフをカラー表示できるかどうかがコンピュータのセールスを大きく左右していたと言われる。コンパックが成功したのは IBM が 一般に手に入る部品で PC を作ったことが根本の原因である。そして同時にマイクロソフト社が IBM 以外に MS DOS をライセンス販売したことも一因である。一つだけコピーする必要があったのは BIOS だけであった。コンパックはそれに関しても法律を守り100万ドルをかけてクリーンルーム設計のリバースエンジニアリングで機能を再現した。しかし、 他社も互換機市場に参入してくるのに時間はかからなかった。もっともコンパックが実現したほとんど完全な互換性を他社が達成できるのはフェニックステクノロジーズ社などが同様にクリーンルーム設計のリバースエンジニアリングによって作ったバイオスをリリースしてからである。ありがとうございます。